宮崎です。突然だけど問題。この今骨董の上何匹で取るでしょうか。もうみんなで重なり合っちゃってお団子状態、どうなっとるのかしらこれ。まあ1匹ずつ数えていくわ。これイズちゃん、まずこれおてんばイズちゃんで、これ手前におるのこれジェーだわジェーちょっと落ちそう。で、これ関口博士スタイルで恋ちゃん寝ております。はっきり言って顎しか引っかかってない状態で、一番いいとこで寝とんのこれカブちゃん。カブちゃんも夢見心地の顔しております。ほんでもちろんこれもホクちゃんだわ。ボスのホクちゃんが真ん中陣取っとる。もう今朝はちょっと寒かったもんで、みんなで重なり合って寝とるんだけども、まあ思い思い、なんかすごくもう立場がわかる寝方これ。もうこいちゃんに注目だわ。手前の茶色い子、もうこいちゃん顎だけ引っかかってるだけで顎を外したらもう落っこちる状態で無理やり寝てますあれは寝てるって言うんだ。もうこいちゃん立っとるもんね。これでビアンカ島っていうとここでした。ビアンカ島あんなとこで寝とるわけにはいかんってことで、もうこっち座椅子で一人広々空間で寝てます。あれパブさんがこれイクイクしてくれた。まあビアンカ島これ大好き。いつもだったらこれイズちゃんが邪魔してくるけど、今日はもうビアンカ人だけ可愛がられとる。もう最高の気持ち。まあこういうことならもうビアンカ人のコットはもうみんなにあげて、ビアンカ人ここで一人でいい子いい子してもらうのが一番いいような気がしてきた。あれ、パパさんいい子いい子もう終わりなの？